日本航空は来月1日から6日までの国内線で羽田や伊丹を発着する便を中心に、合わせて3156便を減便すると発表しました。当初の運行の計画から62%減ることになります。国土交通省によりますと、日本航空と全日空のゴールデンウィーク期間中の国内線の予約は前の年の2割程度にとどまっているということです。 日本航空はすでに来月の国際線についても全体で94%減便することを決めていてその中でもハワイ、グアム、オセアニア便についてはすべて運休となります。